らっしゃいませ。スパイリム。ドーンガードを改変しているらしい、ね。久々にやります。吸血鬼ハンター。ここじゃないか。ここか。よし、行くぞ。あなたみたいな友人はなかなかいません。ハマる。本当にありがたいです。ハマるにハマる。はい、この門を越えても話しかけている人はついてくるのはすごいですよね、このゲームは。よし、オッケー。誰もいないぞ。読んだことのない本は光るようになっている元を入れてます。非常に便利です。これか。よし、あと1個。道に迷ったぞ。これ時間大丈夫か。巨人を倒す。このクエストをやるか。この近くから行きましょう。やっぱりね、ウィッチャーに比べるとスカイリムのサイドクエストはあんまり面白くない。まあいいんですけど詰めが甘いですね。え、どこから行けるの。
外と苦労しました。え、ここではない。スカイリムのひどいところは所持重量を見せます。このアイテムの種類に対して300では足りなすぎる。私はチートを使って OK、あっさりした食えそうだな。あそこにもいますね。あれはいいのかな。怖いです。これはですね、コンソールを応募情報の数値をパラメータを見ることができるモッドですね。バトルフィールドの場合は半角キーを押したら復帰できなくなりますけどね。スカイリムの場合はコンソール
ローンガードを改変しているらしいね。吸血鬼ハンターから何かリフテンの近くの得意。一体何なんだ。私、シドゲイルはろくに話も聞かずに。見事ね、素晴らしい働きだわ。さあ、報酬よ。やった。何世紀にもわたり、ここでは数々の、やがてファルクリースは英雄たちの墓場として知ら、ファルクリースの名声はちょっと色あせたけれど、墓地は残っている。人はいずれ死ぬ。あえて嬉しいよ。やっと、おじのデンジェールが最近まで主張だった。おじは現在、住所を立派に務めている。そしてこの要塞の利益を最大限に考え、自分が主張になった。薬もレベルを上げなきゃいけないので、小さなものから鋼鉄も悪くない。剣に兜、欲しいものはほとんどあるだろう。はい、この辺りで終わりたいと思います。ありがとうございました。